はい、それじゃあね、今回はね、今回はね、っていうか、今回からね、検定後編のね、お話をしていきますね。まず検定後編1回目なんでね、まあ、大まかなね、お話ね、概論です。ね、それではね、まず、カッコ1番。なんかね、ミョン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 って書いてありますね。検定後編は遺伝子型を推定する際に用いられる手法で、ね、遺伝子型を知りたい個体に劣性ホモ接合体を交配することによって行われる。あ、この劣性ホモ接合体っていうところ、ちょっと線引っ張っておきましょうか。で、まあ、そいつを交配して行うんですよ。で、例えば、ラージ A は赤鼻、スモール A は、白鼻、ラージ B は丸シシ、スモール B はシワシシを支配する遺伝子があるとすると。で、ある個体が、個体 A に、劣性ホモ接合体を交配していられる子供の表現型と、その日が赤鼻、丸シシ、対白鼻、シワシシ、イコール1対1だったとするっていうね。まあ、そんなことが書いてあります。まあ、ね、後輩をね、まあ、いつも通り再現しているだけですね。まあ、答えね、遺伝子型、わからないですね。わからないんでね。まあ、とりあえず、棒線で書いてみましょう。で、こいつに、劣性ホモ接合体って書いてありますからね。どんなやつかなーって言ったら、こういうやつを書いてありますよね。劣性ホモ接合体ね。で、こいつを書けて。で、このね、書けてね、生まれてきたやつ。ね、生まれてきたやつはね、どんなやつが生まれてきたかなーって言ったら、何ですか赤鼻丸種子ですかね。赤鼻丸種子なんでね。まあ、ラージ A とね、ラージ B 絶対持ってますね。で、もう一つは、白鼻シワシですか。白鼻シワシってことで、スモール A とスモール B 絶対持ってますね。はい。まあ、こうなってる。あ、すまん、じゃあ、白鼻シワシですからね。もうスモール A、スモール A、スモール B、スモール B ですね。シワになろうと思ったらね、A に関してはスモールをここで。ね、シワになろうと思ったらね、スモール B をね、スモール B を本物で持たないといけないってことですからね。まあ、こうなります。ね、白花、シワシですね。で、ここから、ね、ちょっと考えていくんですね。まあ、少しね、親の遺伝子型の推定の話がね、若干ちょっと絡んで今しますけど、まあ、これぐらいは全然簡単なんでね、まあ、一緒にここでちょっと考えていきましょう。こいつ、ね、こっち側はね、ラージ A とラージ B 持ってますよね、絶対。間違いなく持ってる。ね、こっち側は何でした？赤花丸子ですか？以上がありますか？赤丸ね。赤丸ね。持ってるはずですね。絶対ラージ A とラージ B 持ってるはずですね。で、こっち側の後輩の親見てみたらね、ラージ A もラージ B もないですね。ラージ A もラージ B も持ってない。ってことは、どこから来たんかなーって言ったら、こっちの、こっち側からね、ここから。来るしかないですね。こっからね、こう来るしかないですね。ということで、ここにラージ A と、ラージ B ですかが入ってる。で、さらに、もう一つか、もう一回ね、もう、こっちか。ね、今こっち側使いましたから、次こっち側使いましょう。ね、あ、その前にここね、ここ埋めとかない、埋めといた方がいいですね。ここ、埋めるとしたら。ね、この今、王線で、ね、ここには、こちらがね、親から来たんですからね、こっちからね、まあ、オレンジ線にしてみますか。オレンジ線でね、なんか来るはずですね。オレンジ線側のこちら側から。何が来るかなってね。もうスモール A とスモール B が来る以外方法なんですね。でもここスモール A とスモール B ですね。ということで、赤丸シワシのね、こう表現が、表現じゃない、遺伝子型ね、こんな感じだったと。で、何でしたこっちは。白鼻シワシですか、白シワ、ね、白シワ、ね、こっちか。こっちかは、どんな風にね、じゃこっちかね、考えてみる。ね、このオレンジの方からね、まあ、スモール A とスモール B1 個ずつ来ますよとね、スモール A とスモール B1 個ずつ来ますよと、まあ、来ましたと。じゃあ残りのね、スモール A とスモール B どっから来たんですか言うたらね、もうこっから来るしかないですね、こっちから来るしかない。ということで、ここにスモール A とスモール B が入るというわけですね。はい、よいしょ、こんな感じになるというわけですね。まあちょっとね、これね、まあこんだけ見るだけでね、ほんまかーとか思ってる人かもしれないんでね、5番の目標書いてみましょう。5番、こうやって、あ、こうなるんだね、わかる、わかった。で、これね、本来ね、これだったら、ね、こういう遺伝子が、こういう遺伝子がだったらね、ここから できてくるね、配偶子が4種類あるはずなのに、なんか知らんけど2個しかできてないからね、2種類、4種類ね、できてるわけですから、そこからね、子供はね、4種類でできたはずですね。それなんでそんなこと言えるかなって言ったらね、練習問題13番です。ね、練習問題13番見るからね、4種類ね、配偶子できてました。ね、4種類配偶子できて、4種類ね、こういう交配をしたら、ね、4種類のね、配偶子と、4種類のね、子供ができてましたね。ですけど、ね、今回2種類。なんでかなってことを考えるためにね、ちょっと5番の目標を書いてみるんです。ね、こっち側とはね、2種類です。こっちはこうして、こうして、こうして、こう
で、まあ、ここからね、できてくる配偶者の種類はね、ラージ、ラージ、ラージ、スモール、スモール、ラージ、スモール、スモールと。まあ、こんな感じでできてくるということですね。で、一個一個遺伝子型から見ていくと、ここはラージ、A、スモール、A、ラージ、B、スモール、B。で、ここはラージ、A、スモール、A、スモール、B、スモール、B。で、ここはスモール、A、スモール、A、ラージ、B、スモール、B。で、ここはスモール、A、スモール、A、スモール、B、スモール、B ということになっていると。で、今回のね、この左型で、左側でね、こういうふうに家系図が出てきた、こいつら。こいつらどこにいるかなーって言ったら、ここにいると。いうわけで、できてる配偶者はこいつとこいつしかできてないわけですね。しかも、ね、こことね、ここの比、1対1ですよーって書いてありましたから。まあ、ここね、じゃあ1、1ってことは、ここが1、1ですね。っていうふうに言ってるんだな。というわけで、配偶者はこんな風にできてる。ってことは、どういうことかなーって言ったらね、これ。ここからね、どういうことが言えるかなというと、ラージ A とラージ B がね、スモール A とスモール B が連鎖してて、しかもこいつらがね、完全連鎖ですよ、組み替えが 0% っていうことが言えるというわけですね。はい。そういうことがね、分かっちゃうんですね。このね、検定効果、ね、劣性本接合体を掛け合わせね、やると、ね、できてくるのがね、個体 A のね、遺伝子型がね、まず、ラージ A、スモール A、ラージ B、スモール B ね。あ、これカッコ2番のところ7番目のところですよ。で、こうなって、できて。で、遺伝子 A とね、遺伝子 B の関係は、A と、ラージ A とラージ B、カッコ、スモール A とスモール B が、完全連鎖ってことまで、実は分かっちゃうんです。ね。はい。ね、こんなことが、この検定後輩によって分かるんですね。で、以上によりね、カッコ3ですよ。以上により、ある個体に、劣性本接合体を交配して、生じたね、子供の表現型の比、表現型の比ね、比がある個体から生じたね、配偶子のその人に一致するとね。これね、表現型遺伝子記号を使ってね、書いてみたらね、こんな感じ。ね。で、こっち側はね、こんな感じですね。で、こいつらがね、1対1ですよ。ね。配偶子の方がね、どうなってるかなって言ったらね、ラージ AB とね、スモール AB がね、1対1ですよってね、こうなってますね。あ、これ、カッコさんの下あたりね、これとこれ書いてください。ね。こんな感じになってると。ね。で、これね、よくよく見たらね、ここの前、前後にね、カッコつけたのとね、一致してますね。こっちのカッコね、覗いたらこっちになるし。で、こっちにカッコをつけたらこれになるし、っていう風になってね。配偶子ね、ある個体からね、ある個体、わからないね。ある個体からね、生じた、子供のね、表現型。それと劣性本をかけてできたね、子供のね、表現型と。ね、配偶子のね、表現型。もうこれ配偶子ね、まあ、遺伝子型ですけど、まあ、これ表現型だとね、思ったら、ね、表現型とね、一致してますね。はい。っていうことが、わかりますよっていうことなんですね。はい。じゃあ、ここまで分かりましたと。じゃあ、こういうことが分かったら、ね、まあ、要はね、こいつ、配偶子のね、配偶子じゃないわ、子供ね、検定後輩によってね、子供の日がね、まあ、例えばこんな風に書いてあったら、こんな風に書いてあったらね、そのね、括弧を外せばね、ある個体のね、配偶子のね、日が分かるってことですね。はい。それをね、うまいこと利用してね、次のね、練習問題14番とね、15番、解いてみましょう。はい。それではね、次の動画へ行きましょう。